皆さんは経験値稼ぎをしたことがありますか？1回で10万という動画をよく見かけますが、最大どこまで稼げるのでしょうか？まず一般的な妖怪の経験値を見てみましょう。無限地獄のフクリオ、サスライソウの宝石ニャン、フクフク超特急のボーボー、これらが経験値稼ぎで有名な3体ですが、それぞれ具体的にどのくらい稼げるのか。フクリュウ2万1000、ボーボー10万、宝石ニャン10万。少ないですね。一般的に低ランク妖怪はレベル99までに85万経験値必要です。1回の戦闘でそのくらいは欲しい。わしゃーい。獲得経験値を増やす方法は大きく分けて3つあります。まず1つ目は大九段の紺。紺のレベルを最大の10まで上げると経験値が 20% アップします。この効果は重複可能で、5個持たせたとすると 100% アップ、つまりは2倍。2つ目はスキルの努力化。1体ごとに経験値が 20% アップします。シシマルとリュウ君が持っています。最後の3つ目はさすらい玉。金のさすらい玉なら経験値が3倍になる可能性があります。それらの経験値を増やす方法を全て盛り込んだ編成がこちら。コンが5個で 100% アップ、スキルで 20% アップ、合計は 220% だが、さすらい玉で3倍まで上がるので最大 6.6 倍となる。バトルではウバウネマラソンのようにお祓いで超ラッキーを狙って経験値を稼いでいく。ただしウバウネはお祓いをできなくする技を使うので効率が悪い。代わりにゲソヒゲール大臣を採用した。ということで今回我々が向かうのは、さあ行くぞ。1から5階層のショートカットを利用するとこのようにすぐに第7階層へ向かえます。ところどころ橋を倒せる場所があるので、倒して橋をかけてみるとショートカットの完成です。まずは取り付いてもらいます。あとは超ラッキーが出るまでリセマラ。85万経験値稼ごうと思うと4時間ほどかかりますが、どう頑張っても1時間で敵が死んでしまいます。では延命させるにはどうすればいいのか。お祓い成功時の経験値は味方のレベルが高いほど上がります。つまり味方を弱くすることはできません。こんなはずでは。まず先に腹を攻撃してコアを露出させてから、鼻の触手を攻撃します。触手を攻撃しても敵の体力は減らないので、コアが閉じるまでの間ダメージを与えずに時間稼ぎができます。これで永遠に体力が減らないお祓いマシンの完成です。85万を超えていたはずだが、なぜ大幅に減少したのか。お祓いボーナスは後から足されるので、その後と前の経験値で引き算すると実際にいくら足されたのか分かります。計算してみるとこれが上限のようで、超えて稼いだ分はノーカウント。つまりこの方法ではこれ以上経験値は稼げません。
お祓いで経験値を稼げない以上、もともと経験値の多い敵を倒すしかなくなりました。今度はボーボーを倒す方向で行く。まず現在のチームからツチノコパンダを除く5体すべてをリストラ。代わりにシシマルを5体加えました。これで全員装備枠が2つの妖怪になり、全部で12個のコンを持てます。よってこのようになりました。コンが12個で 240% アップ、スケールで 100% アップ、合計 440% でサスライ玉も加えると3倍となり、経験値は約13倍。コンのレベル上げ用にレベル99のシンゴバー28体を生贄に捧げました。これで準備完了です。ということで次の目的地は、満腹おたふく。よろしく頼む。誰もが一度はやったことのあるリセマラだと思いますが、福福超特急を引いたにもかかわらずリセットしてしまうミスはないようにしましょう。その30分後、再び福福超特急が出現。早速乗り込んでいきましょう。さあ、行くぞ。その前に少しボーボーについて説明を。福福超特急は4両編成で、2から4号車だけにボーボーが出現します。中でも4号車左前方には最もレベルの高い、つまり最も経験値の多いボーボーが出現することがあります。できる限りこれを狙おう。もう一つ豆知識ですが、ボーボーとの戦闘中に身代わり人形を使って逃げると戦闘前に戻れます。つまり金のさすらい玉が出るまでリセマラし続けることが可能です。1回目、2回目、16回目、金色だが経験値ではない。40回目、紛らわしいがドロップアイテムが3つ出ただけ。66回目、ようやく出た。これで経験値が3倍となった。85万に近づいてはいるが、まだまだ足りない。ここで一つ思い出したことがある。天気予報の妖怪警報を覚えているだろうか。もちろん注意報もある。警報の日は敵妖怪のレベルがプラス5され、経験値が2倍。注意報ではレベルがプラス2、経験値が 1.5 倍となる。今までのパーティーに警報を組み合わせれば最大 26.4 倍まで狙える。さて、最後に経験値の多いボーボーの見分け方です。まずボーボーには3体1組と1体だけの2種類がある。それぞれレベル15から40、レベル30から80の個体が出現。妖怪警報が出ていればプラス5され、最高レベル85までありえる。では3体と1体ではどちらの経験値が多いのか。1体の時と3体の時の経験値パターンはこんな感じ。それぞれの最大経験値を比較すると1体の方が多い。よって1体を狙う。レベルの高い個体の見分け方としてはつつくを利用。270から90ダメージが出ればレベル85の可能性が高い。これらを踏まえて経験値の多いボーボーを厳選する。1日目、レベル1のシシマルを用意。1回の戦闘だけで99になるまでリセマラする。7日目、ここ最近では1番となる52万経験値を記録したがレベル84止まり。開始から34時間が経過。17日目、
超特急に乗った回数が50回を超え、録画した動画の容量も 400GB に。28日目、その時はやってきた。139時間の末、1回の戦闘でレベル1から99にすることができた。ここまでの戦績は、乗った回数89回、倒した数729体、総獲得経験値5000万でした。最後までご視聴ありがとうございました。